どうもこんにちは、マルソクの野村です。測量所試験対策の水準測量、水準の標高計算というのをちょっとやってみたいと思います。過去問からの問題ちょっと抜粋して説明したいと思います。ずっと分かっている点 A、B、C、D ってわけですね。その各点から、その間にある E という点に、高さを、与える測量ですね。そうした時の計算方法 A、B、C、D と、まあ、各高さが 5.153、まあ、それに対して、例えば A から B に行った時、この測量水準測量結果が2キロ、距離が2キロあって、A からマイナス 2.139 となるという値になると。では、まあ、A の高さが分かってて、高低差が分かってて B の高さが出るんですけど、